今からこちらの一番搾りと茨城県限定の砦作りの飲み比べをしたいと思います。ではまず最初に一番搾りをいただきます。美味しいです。じゃあ次に砦作りいただきます。一番搾りと比べて砦作りの方が飲み応えがあって美味しいです。